しやっていきましょう。ポケモンセンターのゲーセン、ポケモンセンターの隣、ポケモンセンターじゃない？ポケモンセンターにいると何？これ？ポケモンセンターってここだよね。あ、ショップか。リアルが。じゃないと思います。センターかな、この V0 渡したくない。地下おじさん、ポケモンセンターの隣ってどこよ。これショップだよね。リサイクルショップだよね。ここ、あ、これか。
隣に住んでるおじさんって書いてある。あ、これで戦ってるのか。取り取った。レベル大丈夫か。高っ。ちょっと無理だこれ。25って。まあこんな感じでやりますよ。びっくりした。25って。なんだこれ。勝手に乗るにあったこれ。何使うか分かんねえな。さしてこないもん。無理か。ほら分かんない。あーやべ、相性最悪じゃんこれ。虫もやばいんじゃなかった。止まればいいけどこれ。うわー来た。読んで出すの来た。いやまだね、そこまで進めてないって。手に入らないってちょっと笑うんだけど。めんどくさいんだよ。めんどくせえの。簡単に手に入らない。そう。あと1個。
まあ今までそうだったのにね、今作からね、その3つバッジを手に入れてるところまでじゃないと分かんない。アニーって名前は。おめえって言ってくるんだ。面白いね。ちょっと怖いけど。ああ、ポニータ超欲しい。そうなんだ。ポニータ買ってくるけど、ポニータってポケモン知ってる。あ、水だ、やべえ、そうだ、ウィズルがいたの忘れてたよ。もうもうゴリ押しで出したからいいや、アホやったわ。転んじゃった。出した出した、バトルバトル。リンジ、リンジって名前初めて聞いた。シンジとかじゃなくてリンジ。これゴリちゃんでいくか。誰でもやってくるんでしょ。あ、どうなんだ。進化したムクバードからか。ドーン。次何使ってくるかな。ムクバード、じゃあクショウさんでいきましょうか。あー、天ぷらうまそう。ヤーコンってなんだっけ。だいぶちょっと疲れも治ってきたな、俺。落ち着いてきた。集中するからさ、やっぱあの車の運転って新規あるから、じゃあ疲れんだよ。レベルそこそこ高いっしょ。
あ、間違えた、体当たりなんだ、体当たりなんだったんだ俺。あら、どうしよった、どうしよった。あ、肉ちゃん、しょぶしょぶ、ふみえ、ふみな、女性でふみなって名前珍しいよ。体当たり、ご利用しでどうだ。あー、なってるか、飛び降りた、ないよね。あ、いや、これでやるか。効果あり。かわいくて寝顔覗きたくて覗くと敏感だからすぐに気づいちゃう子供たち、うん、なんですよって超目が見えてる、超目が見えてる、ルタン目が見えてる、最近ルータンのポリポリがひどすぎてケージ傷だらけになっちゃう。正直ルーミーって中古で中古のも傷ついてるジャブとか、新しいの使うともったいない、どうせ傷つくみたいな。やばい、最初最悪じゃんこれ。本当みんな水槽、あ、やばい、間違えた、ガラスの水槽を買った方がいいって言ってる人だけど、やっぱうちの子たちはそこまで痛いって、傷つかない。あ、やばい、ゴリ寄せ、よし、来た、もうピカチュウってさ、電子のビービーよりさ、ピカチュウって言った方がいいよ、鳴き声。あの、もともとの、そんなんつうんだろう、ピカチュウの鳴き声ってなんか電子音でビービーとか言ってんだけど、そうだよ、いつからかもうピカチュウってちゃんと言うようになってたから、うん、まあ正確に言うとポケモン赤青だったじゃん、赤青やね、赤緑か、でその後に出た青と黄色か、で出て黄色でそういう風になってビービーって言うようになったんだけど、まあね、やっぱ、あ、じゃあピカチュウって言うようになったんだけど、アニメの進化、そうそう、合わせてんじゃないかな、それかそれでなく病気とかも、タオジングマシン、ひかりさんいいね。